おはようございます。今日は10月20日ですね。もうほんと今年ももう終わっちゃうような感覚です。相場解説やっていてもうお分かりの方もいると思いますけども、まあ12月はね、最初の2週間ぐらいしかもう相場実質的にはないんですよ。となるとですね、もうあと40日ぐらいしか取引できません。40日の間に1日2回取引するにしてももう80回なんですよね。100回のトレードがもうすることが難しくなってきた時に、じゃあ1回平均ですね、5000円の利益を上げてるとしたら、じゃあいくらになるでしょうかってことを計算すると、もうほぼね、今年の、まあ、売上というか利益も見えてくるわけなんですよ。まあこういうふうにロジカルに捉えることができるのもテクニカルをね、しっかりとやってきたからなんですけども、皆さんいかがでしょうか。それでは今日の相場解説です。デイリーの方を見ていきますね。今日することっていうのは、レンジの幅をね、確定していきましょう。そしてレンジの幅が確定できたら、ブレイクポイントを探っていきます。いわゆるエントリーポイントのことです。まあ、ぐーっとね、今回みたいに、例えばエリオット波動に見えるような波動があったとしたらですね、今回のエリオット波動は、こっからですね。こっから始まって、一旦下がって、第3波があって、第4波があって、これ多分ね、おそらくこれが第5波になってると思うんですよ。これ以上倍の方に伸びることはないと思います。一旦、セルの方に行って、それから調整波ということになるんじゃないかなと。調整波が終わった後に、ここを抜けていくのかどうかってことになると思います。いや、こう考えていくとね、いろんなドラマがありましたね。こちらの方で転換したでしょ。それまではずっと右肩上がりだったわけですよ。で、そっから下の方にずれていくかと思ったら、レンジの幅、仮定がこうなって、上に行くと。で、横一線のところがあって、結局これがレンジだったわけなんですけども、これレンジを抜けて上に行った時に、一旦組み上げて、今のように大きく上昇波動に乗ったということで、この、移動平均線ね、これに乗ってだいぶ利益を取ったということだったんですけども、さあ、ここまで伸びていくと、今度は、横ばいに入ってね、横ばいからまたブレイクという、呼吸のようにこの繰り返しが行われるわけなんですよね。今まで言ったことの意味わかります？これついてこれなかったら今まで何してたのか分かんなくなりますよ。分からない場合は、私の方に連絡してくださってもいいですから、必ず今年中に解決していきましょうね。毎年同じことの繰り返しになっちゃうんですよ。もうね、本当に1回ごとに進化していく。1ヶ月ごとに進化していって、1年ごとに進化していかなければ、人生あっという間に終わりますからね。やっぱり人生80年って言っても、1年が80回しかないですからね。本当に、お金のこと真剣に考えていきましょう。はい、ではこれが4時間なんですけども、上昇していって、昨日お話したようにここ箱になりましたけども、どうやって箱を測ったかというと、上昇波がこうやってね、まあ行き詰まった後で下に1回落ちるんですよね。その時の下の一番の安値が下値になります。この間で、いわゆるねレンジっていうのが決まるわけですよ。この公式ももう作れるようになっておいてくださいね。で、いろいろあった後、このレンジ、この水準ですよ。この水準を上回ったところをブレイクと呼ぶんですよ。で、そうなるとですね、またここにレンジができてくるのがわかるでしょ。で、ブレイクして、また今レンジがこうやってできてるわけなんですよ。で、今日はレンジの上下の幅を測っていって、ブレイクポイントを知りましょうってことなんで、それは1時間でやっていきますねってことです。はい、いかがですか？一番上、ここでずーっと上がっていったものが止まって下の方に転換しましたよね。で、下に行ったところのポイントが、まあ一旦ここなんですけども、こちらの方がね、さらに下がったんで、まあこちらのヒゲ先と実体を結んだところということにしましょう。そうすると、おおむねこの辺になってきます。じゃあボックスが確定します。ほら、この箱を、レンジとするわけですよ。で、こちらの上底、上の方をね、ブレイクしたら上の方でバイ。こちらの方を割っていったら下の方でセル。決まるでしょ？これをずっと繰り返してるわけですよ、私は。いかがでしょうかね。まあ、別の講義に参加してくださった方は、もうこれ大丈夫だと思いますんで、勝ち上げてると思うんですよね。まあ、でも、私の特別講義の方に参加しない方は、まあ、今ね、同じ内容をお話しました。もっともっと細かいことを言えば、本当2、3時間になっちゃうんですけども、今日は簡単にね、まあ、レンジの上底と下底をどのように決めていくかってことをお話しました。上底ですよ。上底。ね。で、下底。これ。これが決まると、ブレイクポイント測りやすいでしょ？じゃあ今日はこんなところですね。はい。今日もね、値千金の講義になったと思いますよ。もう買ってくださいね。FX は一回勝ち出すと、もう負けることが難しくなってきます。もう勝ちしかないんで、お金が増えるしかないですよ。
そうなるとお金の悩みが消えていきますので、より私生活や購買行動とか投資活動に大胆になっていきます。まあここのポイントを超えれるかどうかなんですよ。本当にね、 FX 一つにしても苦労して苦労して苦労して何年やってもダメな人はこれから何年やってもダメなんですよね。だから気づけるところっていうのが今日みたいなポイントなんですよ。ぜひ今日の動画ね、永久保存版で何回もおさらいしてみてください。短い動画ですけども、投資のすべてが入ってます。それでは本日は以上です。